どうですか。今のパニックハウスチャンネル。今日は何を撮るんですか、ピーちゃん。今日は、うん、ゆうまさんからのお土産でいただいた、うん、お土産でいただいた沖縄そばのカップ麺なんです ね沖縄そばのカップ麺とかあるんだ ね、うん、ね生タイプ。これ食べながら、はい、たわいもない話を、うん、していこうかなと思います、ね、お願いします。いや、すごい、ほら、生麺、本当だ、生麺、もうこっち、こうやって生麺が入ってます。すごい。丼に麺だけ入れ、沸騰したお湯を注ぎ、軽く蓋をしておく。だって自己紹介とかしなくてよかった。あははは、確かに。りょうたです。ピアンです。ゆうちです。でこの3人がね、平日一緒になる時はね、たまにあるんですよね。たまに平和な日、平和な日と僕ら呼んでますね。ピースナイターって呼んでる、ね、ピースナイター、ピースナイター、うん、いいな。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもう最高だね。最高よ。そう、沖縄旅行行きたいね、また。ああ、リュウちゃんまだ行ったよもんね。はい、まだ行きます。リュウちゃん連れてくれんのよ。ポケットマネーで。ポケットマネーすごいんだからね。あのめちゃめちゃ楽しかったんだけど、沖縄旅行も。あの毎日同じことしてなかった。昼は違うとこ行く、かいろんな観光地行ったりとか、うん、海行ったりとかするんだけど、夜はもう決まってた。あの居酒屋さんとか場所は違えど、居酒屋さん行って、でゲーバー、ゲーバー行ってダーツしてステーキ食べて帰るっていう。しかもステーキも同じ店なの。でもあそこ良かったよね。美味しかった。石垣だよね。石垣でも、うん、美味しかった。ステーキピロリといけんだよね、意外と。めっちゃいけたわ。なんでりゅうちゃんは最近旅行とか行ってないの？おー、まあ、新潟に。わー、いいなー。あら、いいね。新潟、海に。いいなー。あら、行きます。そうなのよ、意外とね、りゅうちゃん。そんな素振り見せないけど、ね、そう、見せないんだけど、まあ、で、これ言うと、いや、聞かれてないんだっていうの。でも、これインスタとか見てたもん。インスタとか見てたもんね。そうですね、あまりさんも関係ないね。でもう、しれっとね、りゅうちゃんは行ってるんだ。行ってるんですよ、いろんなところに。海は好きなの。海好きなの。好き。意外すぎるね。白いもんね。せーの、いただきます。もっぱんってこういう感じですか。そうだと思います。美味しそう。でもいい匂いするもん。いいね、いいね、これはいい。しみる。はい。これはリュウちゃん、リュウちゃんだもん。どう、美味しい。うっそいんだよな、お前か。おいしい、おいしいって。うん、おいしいですか。この麺、この麺ですよね。おいしいわ。なんとも言えない弾力。味の感想さ、先生方。あのそんな熱いとかじゃなくて、味の感想を見てる人は聞きたいんじゃないの、もしかして。わかんないですけど、美味しい、ね、俺はね、りゅうちゃんそっぽい美味しいいただいてるから、美味しいですって。りゅうちゃんの聞きたいんじゃないの。さっきあっちとかかったしか言ってないから。お願いしますよ。笑っちゃうほど美味しい。うん、あ、うん、ね、これ紅生姜とか。ああ、そうなんだ。ね、さっきコンビニ行こうと行った時に。ああ、なるほどね。なかった。
なんか、まあ、つけといてくれてるしよね、ゆうまさんもお土産ね、気使って怒られるわそれ何ですかねって怒られるわマジ欲しい、紅生姜、紅生姜ね、絶対合うよね、やっぱりない完食や、完食、美味しかった。スープもごちそうでした。ふんじゃないんだわ、いいわ。スープもめっちゃうまい。今さえちょっと箱で買ってきてもらおう、今度見られた時めっちゃあり、ここで ね、ここでね、みんなでね、確かに、終わった後そう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 、めっちゃいいわ。お願いします、お願いします、お願いします、怒られるわ、お願いしますどうしたの、いいじゃん、これめっちゃ、いや、この弾力なんだよな、何でもいいけど麺のなんかでもピーちゃん最近なんか料理するって聞きましたけどね、一人暮らし始めてやっとね、あの男の家に住むみたいな生活は終わって一人暮らしで料理何作るんですか。料理はパスタが多いですかね、やっぱ楽だから。パスタはソースとかは、ソースは納豆が自分好きなんで、お納豆のやつとか、納豆ラーメン、あ、納豆ラーメン、納豆パスタ、納豆入れんのパスタに、え、入れないですか、え、入れたことない、え、美味しいですよ、え、りゅうちゃんある、美味しいです、マジ美味しいですね、そうそう、なんかめんつゆ、そう、めんつゆちょっとで、え、パスタに、じゃ納豆かけて、納豆と仕上げに、仕上げに納豆パンみたいな、下味ですか、食べたことないわ。美味しいですよ。あ、マジ？簡単だし、めちゃめちゃ。あ、まあまあまあ、そうか。納豆混ぜるの嫌なんですよ。ねえ、なんかいる、たまにそういう人。そう。納豆は、納豆ご飯とかは食べれるんですけど、なんか、ね、ネバネバしたくな、欲しくない、うん、料理が。トーストとか。あ、トーストとかも、納豆、なんか、あ、無理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 。納豆、サクネバーとか無理ですね。ネバああ、そういうことか、あ、そうそう、あの食感がなんか、うん、いろんな食感があるのはこう、うん、納豆だけだと食べれるんですよ、勘違いしてほしくない聞いてますどうでもいいよみたいな、お前の食のこだわりどうでもいいよみたいな、急に2人とも食べ出したじゃんもうほとんどの麺残ってないのにさ、すくってすくってたまにもあるかもしれない、納豆は結構何でも割とかけちゃうかもしれない、ラーメンとか、ラーメンにカレーとか、うどんとか、うどんとか、うん、味噌汁とか、マジで焼きそばとか、あ、そういう、そうだ、マジで割と何でもありますね、何でもあるよね、納豆好きにしては、納豆好きだったら、まあ、健康にも良さそう、まあ確かにね、え、納豆僕は無理ですねこれね、退屈じゃあもう一回同じあの同じ食感がりょあのいろんな食感があるのがあるんですよネバネバするネバ無理なんでしょ、そうそう、ネバネバだ、オクラとかも、あ、ネバの方が嫌いなんですかそうなんかもしれない、なんかあ、ゆうちゃんも食べた、美味しいね、美味しいです、いいね、はい、ごちそうさまでした、あ、美味しかった、美味しかった、マジで美味しかった、染みたね、染みるね、秋にはさ、ということで今日は閉店後にみんなで沖縄そばを食べようの回ですね、このチャンネルがこの動画が良かった方はいいねボタン、チャンネル登録お願いします、あ、ゆうちゃんね、もう先輩からの圧、圧がある、ゆうちゃん、なんか、一言あれば、欲しかったです、今さ、ありがとうございます
ホームビデオじゃねえんだわ。ゆうまさんに届けじゃないんだよ。ゆうまさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。それぞれ。